おんちゃん、おはよう。新しいアングルからのスタートです。あ、ゴリゴリあ、ゴリゴリゴリ。ポンちゃん、じゃあわしもゴリゴリってシュリシュリってするな。ポンちゃん、ポンくん、ポンちゃん、じゃあシュリシュリするんだな。よろっと出たぞ。うなぎか。うなぎか。うなぎより辛いや。私の方が黒びかりしてるのや。取られた。ちょっと待ってな。ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君ここにいるよ。はい、今日はですね、クロケンおじさん、パパはですね、ここのところ仕事があんまりないので、アピールするために昔のアニメの素材ですね、これを、今探し出しているところです。イラレーというイラストレーターというソフトで作っている絵なんですが、こうやって指の方がいいか、ちょっとずつ変えてるんですね。これをこうループさせることで、ちょっとアニメするというようなことですね。これ1995年から2004年ぐらいまでのやつの中で、まあ目についたものをちょっと
こうやって抜きだ、これはねペンギンが走るんですけどね。これはね、不思議くんっていうキャラクターです。いろんなパターンを作りました。これは黒犬が描いたわけのわからん生き物ね。だからあ、これ、これは羊ですね。羊の、アニメーション、あのアニメのシナリオも全部自分で考えてやったやつですね。これはある女性アナウンサーの方に、頼まれて書いたやつですね。ジフアニメを作ったんだけどね。で、これは実は、NTT かなんかで、作ったパーツなんですけど、これ自分で作った分については、こうやって使えるかなと。まあ、トンボが飛んでるだけだからね。あ、これね、これ面白いんですよ。こう離れればわかるかな。これ実は雲なのね。雲、これを重ねて、スピードを変えるんです、全部。後ろの方はゆっくり動いて、前の方は早めに動かしてっていう形で、こうダイナミックな雲の流れみたいなのを作る時のパーツですね。こんなものも山ほどあるので、これからちょっといろいろ探し出してみようと思います。